皆さん、こんにちは。当時、大食い女王として活躍した魔女菅原こと菅原初代さん、大食い競技番組元祖大食い王決定戦で3連覇を成し遂げ、殿堂入りを果たすなど、大食い第3世代の女王としてお茶の間の人気者でしたね。2023年3月9日に大腸がんのため亡くなったのですが、がんを患った理由に大食い番組が関係しているとささやかれています。そこで今回は菅原さんの死の真相、番組の裏側についてご紹介します。テレビ東京系バラエティ番組テレビチャンピオンの全国大食い選手権シリーズを継承した元祖大食い王決定戦にて、初代爆食女王のギャル曽根さんを下し、見事優勝を果たした菅原初代さん、2008、09、10年と大食い女王3連覇し殿堂入りを果たすなど、2代目爆食女王として活躍、ギャル曽根さんらと並び魔女菅原の愛称で大食い第3世代の女王としてお茶の間で人気者となっていました。そんな菅原さんの死去が判明したのは2023年3月16日のこと。本人の公式ツイッターで9日深夜に亡くなったことが報告されたのです。菅原さんは細身の体ながら多くの大食い番組に出演し、過去には月に米を60キロ食べると明かすほどの大食い。しかし大腸がんを患ってしまい、晩年は車椅子生活を余儀なくされていたのです。そして大腸がんという病名に大食い番組に出続けたことが原因ではと疑われているのです。近年では有吉ゼミ、日本テレビ系の大食い企画で大量の食べ残しに非難の声が上がるなど、大食い番組批判が再燃しています。お笑いタレントのカズレーザーさんは大食い企画は虐待と発言したこともあり、物議を醸していましたね。そもそも大食いや早食いは常識的に考えても体にいいことなど何一つなく問題視されています。そのため菅原さんが大腸がんとなった原因も大食い番組で見せた食べっぷりが原因だと噂されているのです。肉食や脂っこい食品の食べ過ぎががんのリスクを高めるという報告があるのも事実。菅原さんの死をきっかけに大食い番組が見直され、その裏側が明らかになってきました。日本の高校生を元気にするを掲げるメディア高校生新聞オンラインに、自分自身は食べることが大好きにもかかわらず、テレビ番組の大食いチャレンジ企画に違和感を覚えるようになりましたという高校生記者の主張が掲載され、大きな話題となりました。高校1年生だという記者は違和感を覚える理由は3つあるとし、1つ目に大盛りの料理を苦しそうに食べる姿は見ていて気持ちよくない、2つ目に食材を無駄にしているように見える、3つ目にSDGS に逆行していると指摘。まさにその指摘通りで、テレビ各局も SDGS を推進していて、最近では SDGS を意識した番組を制作放送していますが、大食い番組や大食い企画は未だに人気コンテンツの一つですが、大食い番組は関係者の間でかなり問題視されているといいます。 SDGS とは持続可能な開発目標の英語での略称で、17の目標と169のターゲットで構成されています。17の目標には貧困をなくそう、飢餓をゼロにというものもあり、確かに大食い番組や大食い企画は SDGS に逆行していると言えます。テレビ局関係者は大食い企画をやる場合、きれいに食べること、食べ残さないことが重視されていて、視聴者からも厳しく見られます。その点、特にギャル曽根さんはちゃんと綺麗に、そして美味しそうに完食してくれることもあり、好感度も高いですよね。ただ一部からは大食い企画に参加するタレントでまともなのはギャル曽根さんくらいという声が上がるくらいひどい実態もあって、テレビマン芸能関係者からも大ブーイングが上がっているんですと内情を明かしています。先日の高校生記者に指摘された番組でも
大食い企画を放送しており、出演者がデカ盛りメニューに挑戦していました。その番組の大食い企画にあるタレントが挑戦していたんですが、テーブルの下にバケツが用意されていて、口に入れたものを吐きまくっていたというんです。一気にかき込んだら、しばらくしたらそれをバケツに吐いてしまうという調子だったそうで、現場でもひどすぎる、これだったらやらない方がいいよという声も出たほどだったとか。ガチンコを歌っているわけではありませんが、それを全部隠して放送するというのはさすがにやりすぎですし、やらせではないにしても最初からバケツを用意しているわけで、やっていることがあまりにもですよねと前室のテレビ局関係者は述べ、さらにその番組では過去にも問題が起きていたといいます。あるイケメンタレントが無謀な挑戦をさせられて意識を失って救急車で緊急搬送されたこともあったんです。このあたりもコンプライアンスに引っかかってくるでしょうね。その番組を放送する局も SDGs を積極的に推進していて、それ絡みの番組もたくさん制作しているにもかかわらず、 SDGs とは逆行するようなことをやっていることもあり、多くの芸能関係者からあれは最悪だよねという声が上がっているんですと、大食い番組の裏で起こった惨劇を明かしています。大腸がんを患ってしまった菅原さんも、番組内で何を出されても顔色を変えず、ラーメン27杯、ステーキ 5.6 キロなど黙々と食べ続ける姿を見せていました。試合の日程が決まると、菅原さんは1ヶ月前から逆算して準備を始めていたそうで、大根や白菜などその時安い野菜を大量に調理して食べたり、ご飯の量を増やしたりするそうです。いきなり大量に食べるのではなく、フルマラソンを目指して徐々に走る距離を伸ばすように少しずつ量を増やしていくのだそう。大食いは自分との戦いだと言い切っており、もっと他の出場者を見て争っている感じを出してとテレビの収録中スタッフに注意されたこともあったそう。また菅原さんは数字に信頼を置いているため、正確な分量ではなく何杯食べたといった曖昧さの残る記録が許せないとも語っていました。ステーキ何キロとか数字で量がわかるものはいいのですが、ラーメンなんかだと盛りを軽くすれば何十杯だって食べられますよ。でも見ている人にはわからないから、あの人は三十何杯で新記録だとか言っているのを聞くとちょっと虚しくなりますねと、大食いに対してストイックすぎるくらいストイックな姿勢を見せていた菅原さん、番組で強要される大食いに体はしっかり悲鳴を上げていたのかもしれません。大腸がんを伝えられた際に医師からステージ4と診断されていたそうですが、親しい仲間によると菅原さんは死の直前まで私の病気のことを大食いに結びつけられないか心配と話していたといい、隠し通そうとしていたことが明かされています。心配をかけたくないというのと、もし変に広まったら大食い界に影を差すようなネットニュースになってしまうからという気持ちがあったのでしょう。大食い第三世代の親友だったエステ三宅さんも、病気が大腸じゃないですか、大食いと関連付けられるのも嫌だから全然関係ないんですけど、他の大食いの人にも迷惑がかかるのでとりあえず言わないでくださいと、菅原さんから気遣いがあったと明かしています。菅原さんの死と大食いとの因果は明かされていませんが、がんのリスクを高めていたことは事実でしょう。59歳での死はあまりにも早すぎますね。菅原初代さんのご冥福を心よりお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。